これもあれですね、壊れてますね、両面で貼っちゃいますね。おーいそれもしかして俺の命令で作らされた、はい、メールが来まして、家まで買ってあんじゃん。まあ、たまたま在庫があったんですけど、基本的には市販品の寄せ集めなんですけど、あれですね、作るのがめんどくさいっていう人はリレーキットっていうのが結構某カーショップとかに行くと、あれ、エーモン工業から出てないの、エーモン行っちゃっていいのかな、エーモン工業行っちゃっていいのかな、エーモンが、そうですね、特にこういうのいっぱい出してますね。これも実はエーモンのやつだったりするんですけど、そういう専用キットが出てるのでそれ使ってもいいですけど、自作すると多分売ってるやつの3分の1ぐらいの金額で作ろうと思えば作れます。で、今回はちょっと在庫がいろいろあったので作ってみました。多分大丈夫だと思います。黄色が伝送品へ行くライン、あ、伝送品へ行くライン、で、これが赤がバッテリーからリレー入るライン、うん、で、普通にバッテリーから入ってリレー通さずに伝送品行っちゃうと、オンオフとか連動させようと思うとできないんで、スイッチでパチパチやらなくなっちゃうんで、今回はアクセサリーに連動するようにということで作ってみました。で、アクセサリーはどっから入ってる？アクセサリーの信号線はこれですね、この青色、うん、青色、はい、で、これアクセサリーオンになるとリレーがオンになって通電するように、まあ、こっからこっちに行くよ、あ、こっからこっちに行くようになるってことやね。そうですね。で、その信号線を青線で作ってあります。まあ、黒は普通のアース線でリレーを使いつつ、リレーキャンセルした状態で常時電源も取れるようにもしようかなと思って。それね、どうなんの？まあ、ややこしいですけど、ややこしくもないか。リレー入る線を一つ取ったのと、リレーを入らずに、そのまま、伝送編へ行く。うっかりすると切り忘れてバッテリーの上がるパターンですけど、スイッチがつくってこと？そうですね、スイッチつけてもらってもいいですし、普通の皆さんみたいにね、オンオフ、普通に本体のオンオフしてもらってもいいです。そういうこと、うん、なんか無線機によっては調べるとパッチョクでオンオフしてくださいってことが書いてあるやつがあったので、リレー使うと調子が悪くなるみたいなことが書いてあるのがあったので、ハイパワーとかがそうなのかな、ちょっとわかんないですけど、ハイパワーのやつ使うときはもうこのパッチョクとかもありだと思います。今回はちょっとそれ趣旨が違って、アルインコさんから出る、何でしたっけ、 DRDPM60、 はい、それをつける予定なんですよね。はい、そうです。アルインコさんもアイコムさんもそうなんですけど、車載機に、すでにリレーが入ってるっぽくて、アクセサリーつなぐとキー連動でちゃんとオンオフするようになるので、あえて今回はパッチョクのリレーを使わないラインをそっちへ、アルインコさんの車載機つけて、アルインコ用、はい、アルインコ用に使おうかなと思っております。で、リレーの方はね、桃助さんがオフにし忘れないようにいやバッテリー上げちゃってくれたよ。そうです、バッテリー上がった後助けに行くのも大変なので、そうです、オンオフスイッチのない方へリレーを使おうかなと思っております。ただ後でまた配線作り直すのもめんどくさいですし、1回で済ませたいのでちょっと1つにまとめてみました。で、これもネットとかね、エーモンとかのホームページとかにも作り方とか書いてあるので、そっちも参考にしてください。12の場合、ここの左のフロアのところに通しやすい大きなゴムの蓋がありますので、これです、この穴ね、これです。ここから通すと太い配線とかも簡単に通せるので、これ、ここのとこに、これ、あ、その配線の束のところに出てきます。ここの束のところに出てきますので、後々引きやすいかな。蓋に通すまたコツがありまして、それこそ市販のものを買ってもいいんですけど、一
回か2回使うだけにわざわざ買うのももったいないので、こういう針金を縁っこをこうやって曲げまして、丸っこくして、丸っこくね、でそれをここにマスキングテープとかビニールテープでこう固定します。こうやって通しますと、もう配線ごと針金をまたうるさいの来ましたよすごいですね、ここにぎやかだね、国道沿いなんでね、ちょっとにぎやかです。どこまで言いましたこれを引っ張るとみたいこれを引っ張るとごちゃごちゃって狭いとこやらなくても通しやすくなりました。針金なので、こうやって癖つけて、こういう手の入りにくいとこでも簡単に上からこうやって通せるようになります。じゃあスマ君お願いします。あそこの穴の下ら辺に開けて、ちょっと電気さっき電気なかった、電気向こう側で使ってる、ここあれここでいいですよね。見えた、どう見える、ダメ、もっとこっち行かなかよ、そういうこう、こう、違う違う、こうだよね、こうだよね、グッといかない、あと5ミリした、どうだ違う、ちょっと下すぎる、どうだ、そこ、あ、よかった、無事貫通ということで、無事貫通、はい、はい、今度中来ました、はい、来ました、はい、で、はい、ストップ、はい、で、あ、で、その針金取ってください、プチッと、で、適当にピャーってなってたり、このシートのカバーの裏をこうやって適当にピャーってなってる人がよく、それ俺じゃん、身近にもいますけど、あとこれだと乗り降りするときに足ピッて引っ掛けてプチッとちぎれちゃったりとか、アクセルとかブレーキに万が一引っ掛かると本当に危ないんで、で見栄えも悪いので、このカバーの中を通して、一応設置予定のシート下へ配線を持ってきたいと思います。まあジムニーの場合はこれなんていうんですか、これグローブボックス、グローブボックス開けてもらうとなんかネジ入ってますよなんかネジ入ってます、なんか出てきたねなんかまたこれ某局になんか出てきたの、開けてもらいますと、ここの中のここの端っこにクリップがついているので、これ、ほうほうほう、これをプラスネジで真ん中を緩めてもらうと、どうかな、真ん中を、あ、緩んでるね、緩めてもらうとこのポロって取れますので、取ったやつなくさないようにして、であとはもうこれをペイって引っ張ればポロッと取れてきますので、簡単なんだ、はい、で手元広くした方が作業しやすいので、で外してあげてください。で次はこのステップのカバー、これもすごい難しそうに見えて、実は刺さってるだけで、ベイってやるとポロって、ポロってあれ取れますので、これもあれですね、壊れてますね、両面で貼ってありますね、おーい両面で貼ってありますね、これなんかほらまあまた両面で貼ろう、これまた両面で戻していきましょうで一緒です、ここもすいません、明かりください、ここ外すの初めてです。あ、これも一緒ですけど、これもクリップがもうなんか壊れてますね、クリップボロボロっすよ、変えないと、ないよ、でもこのクリップ、よいしょ、ちょっとこういうクリップで止まってるんで、ちょっとこれ壊れてますけど、こういうので止まってます。で、あとはもうポロッと取れるので、これ捨てますか、捨て、いやあ、ゼブラさんが持ってっちゃった黒でいい、ダメだよ、
これで手元が広くなりましたし、ここへ配線をこうやってね、あの見えないとこを通せるようになりましたので、後で引っ掛けたりする心配がないから便利だと思います。リレーですけど、まあ、あの車種によってこれは違うんですけど、ジムニーとかだとここにちょうどいい取り付けのネジがあるので、この辺利用すると便利かなと思います。で、さっきエンジンルームから引っ張ってきたバッテリーのプラスをこの入力のバッテリー入力のプラスへつなぐっていう感じです。モーチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。